今日はですね、こちらのタイムモアブラックミラーベーシックプラスコーヒースケールということで、こちらをねご紹介したいなと思います。こちらはですね、いわゆるあのコーヒーをドリップする上ですごいね便利なこうコーヒースケールというやつですね。バージョンがアップしまして、すごくね使い勝手が良くなったんですよ。基本的な使い方と、特にご紹介したいのはこのオートタイマーモードですね。こちらがねすごい便利なんですよ。なので今日はそれを使って、コーヒードリップをねしていきたいというふうに思います。まずね外見なんですけども、以前のねものと比べてねすごい見やすくなりました。ちゃんとねここにあの電源とタイマーのね模様があって、以前のやつってこれがなかったんですよ。で横にですねこのスイッチがありますので、これをカチッとやります。そうするとね電源が入ります。シリコンパッド、これありがたいですね。こうやって装着することができます。日本では正規輸入元経由のものはこういったあの日本語のね説明書がちゃんと入っておりますね。で基本的な操作に関してはここですね、この部分にいろいろ書いてあるんですけども、テアボタンというのがこの電源、そしてテアボタンという、ね、名前がついてます。これって要はテアというのは要はゼロ合わせのことですね。ベースに物を置いた状態でボタンを押すと表示がゼロになると、1回電源切りますね。この、ね、電源ボタンを長めに押す、はい、これで切れました。これでまた電源を入れて、まずね器を置くとこうやって測られると思うんですけども、テアボタン短めに1回押します。そうするとはい、ゼロに切り替わりました。この状態からね豆を測れるわけですね。例えばこれでコーヒー豆を入れてって、はい、これで測れたわけです。で次にですねこのタイマーボタンなんですけども、例えばねこのまま押すと、はい、こうやってねタイマーが作動します。でもう一回押すと一時停止になるわけですね。で長く押すと、リセットになりました。こちらの音ですね、ピッピッってさっきから言ってると思うんですけど、この音を消すためにはですねこのボタンを5秒押します。はい、そうするとここの表示が今消えました。でもう一つですねオートタイマーモードというのがあります。それをオンにします。タイマーボタンを5回連続で押します。はい、そうするとここに A という、ね、文字が表示されました。でこのオートタイマーモードというのは何なのかと、例えばですね、こんな感じでね、セットしました。この、ね、タイマーボタンを押します。そうすると3、2、1と、でこれで準備ができました。これで要はドリップを始めるわけですね。で重さを感知した瞬間からこのタイマーが作動するという、ね、便利な機能なんですね。ではね早速コーヒードリップしていきましょう。
ドリッパーに含むお湯を、まあ、なんとなくね計算して、出来上がりが240ぐらいですかね、 20g で240ぐらいに仕上げてみました。ゆみねさんお疲れ様でございました。早速ねコーヒーが入りましたのでいただきます。あー美味しい。ちょうどねあの狙った感じのすっきりめのドリップコーヒーに仕上がったかなというふうに思います。すごくよくできてます。便利ですね。でこのスケールはねやっぱりそのプロの方、ね、すごいおすすめかなと思えるコーヒースケールになってますね。で価格もですね、まあ、結構手頃な感じで手に入るので、これは本当すごいなというふうに正直ね思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。よろしければですねチャンネル登録などしていただけましたら幸いでございます。またブログ、ツイッター、インスタなんかもねやってますので、ぜひそちらもご覧いただければと思っております。それでは皆様素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。